インフレとデフレって、まあ、世界史を紐解くと、うん、まあ、基本は時間の長さで言うとデフレとかディスインフレの期間の方が長いんですよね。で、その代わり、インフレの期間ってのは時間で言うと短いが、変動幅で言うと大きいですよね。もうそのデフレディスもしくはディスインフレが20年に対してインフレが、まあ、3年とかでもその間に全部ひっくり返っちゃうぐらい、まあ幅が大きいわけですよね。で、まあ現代はまず前とは違ってやっぱディスインフレ傾向が強いので、そんなに先進国においては強烈なインフレっていうのは起きにくいとは思うんですけれども、やっぱりこう来た時には大きい資産っていう観点で考えると、そのデフレ期よりもインフレ期の方が何をやるかって、まあ、僕なんかすごい重要だと思うんです、うん、そうね。で、目減りが激しいんです。で、まあ、デフレ期はある意味では預金しとけば、うん、今はほら、あの銀行は国家になったので、うん、預金は安全なので、そうするとデフレ期は、まあ、キャッシュ持っていてもあるいは預金しとけば、うん、まあ平気だけど、インフレ期は差が出る。デフレ期よりもインフレ期の方が投資の運用とか資産管理、資産運用差が出やすいと思うんですよ、ね、そういうことをまず、あの当社のお客様にまず伝えなきゃっていう気持ちがすごい強いんですよ、うん、その、 あの手段を提供する前に、あのなんで今考えなきゃいけないんですか、うん、今こそその、ま、もしインフレが来るならば、その時は貯金預金してるだけじゃなくていろいろこう考えないと目減りしますよということをまずこう分かってもらうことが、うん、まあ当社としては大変重要な、活動だとは思ってますね。で、ただ日本でそのインフレの話をしたら、私毎回する話ですね、過去 2,3 年ぐらい同じ話してるね、あのインフレ問題の解消はもう債務問題だと。ただやっぱり日本って81年ぐらいから実際にその預金金利に対して、何でしょう、消費者物価指数が下回ってちょっとなってたんで、過去30年間経験してないんですよね。そうすると今、何でしょう、40歳ぐらいの人ぐらいまでは、もうほぼ全然そういった実感が湧かないので、物価上昇の話しても、最近ちょっと浸透してきたかなっていうあれかもね。じゃあ実際自分の資産をどう組み替えるかっていうところのアクセルが大きくてないと思うんですね。80年代以前は、結構日本人でも株持ったり不動産持ったりとかしてたと思うんですけど、だそこのこうそれをどう啓蒙して石油危機を知ってるか知らないかですね。いや、そうだと思うんですよね。トイレットペーパーが並ばされたっていう私一人ですよみたいな、一人一個でも一人一個ですよ、あるよね。どう、あの経験がないとこうお尻開けたらなんかいっぱい買ってましたねみたいな、ね、あれが在庫になってましたと、あっとと考えると、あの販売の場の、まあ、うちはいろんなこう販売、あの実際にこう店頭で、あの販売されてる方とかいるじゃないですか。集めて50名ぐらい集めてこの話するんですけど、分かんない。ええー、やっぱね、話で理解はできるけど、じゃあ実際お客様の前にしてこう相談相手になった時に結局再起いっちゃうとね。萩野さん何年生まれだろう。私は昭和39年。ああ、ほぼ一緒なんだ。あれ面白いのは、敗戦経験のある人たちはもうみんな持ってるんですよね。逆にあのハイパーインフレに対する恐怖がある。るで、で今のこの30年間ぐらいの人はもうインフレなんて全くないと思う。ないですよ。デフレがもう基本。うん、で、そこが面白くて、うん、で日本は思うにその。インフレが怖いっていうものを知ってる人が、敗戦国とはそうなんですよ。ドイツね。うん、だから白川さんがなかなかあのデフレ脱却できなかったのは、うん、あのデフレ出てハイパーインフレだったらどうしようと考えてたんですよ。うん、信じられない話ですけど。で、バーナンキなんかは、そんなこと一切考えないんですよ。うん、アメリカってインフレってあんまなったことないじゃないですか。うん、
アメリカとイギリス、結局、朝鮮国家はね、ならないんですよ。戦争勝つ国はね、勝ってきた国はね、あんまり大きいインフレってならないんですよ。だから、インフレに対して恐怖がなくて、逆にデフレに対する恐怖が強くて、もうどんなことしてでも、緩やかなインフレにしておこうっていうのが、もうアメリカなんか明らかじゃないですか。そうですよね。日本はその点、ちょっと違うんですよね、ヒストリカル。だけど、ここに来て、おっしゃる通りで、結局、バランスシート直すのに、まあ、インフレしかない。ない。それはもう、国策として、インフレに。ああ、全く同じ話してます、私も。うん、いや、本当そう思うんです。だから、その時にどうするか、だと思うんですよね。あと、日本の場合には、結局日本のリソースって、トドのつまり、人間しかいないので。そうなんですよね。そうすると、こう、デフレだと、今日買わなくて明日買った方が安い。今日決めなくても明日決めればいい。すべてが後回しっていうか先延ばしになっちゃう。でインフレになると明日じゃなくて今日買おう。明日決めないで今日決めようってなって、みんながこう明日じゃなくて今日アクション取る。そうするとこう人間しかリソースのない国においてみんなが明日やればいいやと思うのと、みんなが今日やろうと思うのと、全然その生産性が違うんだと思うんです、うん、そういう観点からも、まあ、アベノミクスってそういうのもあると思うんですけど、緩やかにインフレを作るってことは、まあ、いろんな意味で国策だと思うんですよね、うん、その中でどういうふうに生きていくか、資産を作っていくかっていうのが、資産を保全していくかっていうのが、うん、やっぱりあれですよね、大きいテーマですよね、うん、あともともと各中央銀行で 2% って言ってなかったですよね、うん、私が確か90年代にそういう金融市場でこうやってる時って 2% のターゲットってなかったと思うんですね。でどうもそのリーマンショック前後ぐらいから 2% のターゲットになって、今もほぼこうどこも、うん、イギリスもアメリカも何ていうの ECB も全部 2% ですよね。僕は思うんですけど、話し合って合意してるんですか思えないなって。一回これ 3% でいいじゃないですか。韓国がこの前やったのだったら 3% かなんか出しましたよね。韓国中央銀行。うん、2% っていうのはある一定のこう合意がもしかしたらされてるかもしれない。うん、という前提で考えると、まあ世界各国でこう 財政問題っていうのをまあ強調してやってる可能性もあるのかなと。で昔はプラザ合意から90年代って為替の話をはしたいでしたけど、今どちらかっていうとやっぱり債務問題っていうのもう一つメスが入ってて、なので 2% っていうのが出てきてるのかなって思ったりはするところがあって、まあ、そういった点からすると国際的に、なんでしょう、後押しをされてる 2% となると、まあ、ちょっと今までと迫力違いますよね。昔日本が協調で円安単独にしたりしても、まあ、よく認められずに円安政策取れなかったとかってなったと思うんですけど、どうもインフレだけでは、まあ、物価上昇っていう観点がすると、まあ、2% っていうのはもしかしたら 3% なのかなと。で 2% 3% 物価上昇すると、もう確実に債務の価値落ちてくじゃないですか、うん、金利分除くと、うん、まあ、そういった観点からすると、まあ、発想を変える時期に確実には来てるんですけど、我々の問題としてはどうやって啓蒙するかであるかなというのが、うん、それをどういうふうに信じてもらって、儲けるためじゃなくて資産を保全するために株式を持つという文化とか不動産を持つという文化を持っていくかというのが結構ね、まあ、ポイントだと思うんですよね。日本の場合には